その、ローマに税金払う始まった時代はローマ帝国時代と呼ばれていますね。他の意味がローマ帝国の他の意味がないですね。その重い税金ね、税金のせいで、お母さん、そのアナトリアの市民のため、トルコの市民のため、ローマ帝国時代は本当に難しかった。毎年重い税金がローマ帝国に払わなければならないことだった。だから重い、なんですか、税金のせいでインフレが始まる。昔の世界でもインフレ、2000年前にもインフレがありました。どうやってわかりますか？お札がないけど。